ワグナーチューバは、オーケストラで稀に見かける中部音域の金管楽器であり、主にホルン奏者が持ち替えて演奏する。外観は、ドイツや東欧の水奏楽に用いられる。テノールホルンやバリトンとよく似ているが、使われるマウスピースや楽器の構造が異なる。この楽器は、ワーグナーがニーベルングの指輪の上演にあたり、新たな音色を求めて編成に取り入れたものである。 ワーグナーは1853年にパリを訪れ、楽器制作者のアドルフ・サックスの店に立ち寄っており、その経験がワーグナー・チューバの成立に影響を与えている。アドルフ・サックスは1840年代にソプラノからコントラバスに至る同族の金管楽器群、サクソルニア、サクソ・チューバ、サクソ・トロンバを次々と考案しているが、フランスで広まりつつあったこれらの楽器は、 当時のドイツで使われていた類似の楽器よりもくだが細く、華奢な音色が与えられていた。アレキサンダー・アシャビー、会館また、ワーグナーは、金管楽器を音色の異なる4種類のグループに編成しようと考え、トランペットセクションにはストランペット、トロンボーンセクションにコントラバストロンボーンを追加し、ホルンは8本に増強した。チューバセクションについては、波長、 またはヘンド町のコントラバスチューバにテナー及びバスチューバを2本ずつ追加する形とした新しく追加されたチューバをホルン奏者が担当するという事情から劇場スタッフの一員でありホルン奏者でもあったハンスリヒターが楽器の調達に当たったニーベルングの指輪のバイロイト初演の前年である1875年に至るまでドイツ中のいくつもの楽器工房で試作が 繰り返されたという、ドイツでは主にカール・モリッツの制作した楽器が用いられていたと考えられている。実際、ワグナー・チューバ登場以前の類似の楽器は、枚挙に暇がない。例えば1844年に、チェコの金管楽器制作者、バーツラフ・チェルベニーの考案したチューバに似た金管楽器、ホルノンは、ホルンと同じような小型のマウスピースを用い、 左手でバルブを操作するものであったことが確認できる。テノールホルニアやバリトンもすでに登場していた。したがって、リヒターが新しい楽器の製造以来に奔走したのは、全く新しい楽器の発明というよりも、むしろ、ホルン奏者が演奏できるチューバの必要性という、切実な事情によったのではないかとも考えられる。フレンチホルニーより太く、バスチューバより細い円錐管を持つ。 マウスピースは、チューバのような茶碗系の浅めで大きなカップのものでは、なく、ホルンで用いられる、シャンパングラス状のカップが深く小さいものを使う。ホルン奏者が演奏することを前提としているため、他の金管楽器とは異なり、右手でなく、左手でバルブを操作するよう設計されている。ワーグナーチューバにはヘンド調のテナーと、ヘチョウのバスの2種類がある。これらはいずれも、胃腸楽器であり、 実音に対して、変度調テナーが超二度高く、バスでは完全5度高くそれぞれ寄付される。ワーグナー自身は後に寄付法を変更し、変歩調のテナーと変度調のバスという形で楽譜を書いているが、実際の楽器の調整が変わったわけではない。ワーグナー以後の作曲家は、さらに1オクターブ高く異常して書いている。こちらの書き方の方が一般的である。現在では、 ダブルホルンのように一本の楽器で、ペナーとバスを切り替えて使用できるものも製造されている。ダブルホルンを真似て、ダブルワーグナーチューバという名でも知られる。しかし、これは、ワグナーの想定にはなかった楽器である。ワーグナーチューバは、ペナー2本とバス2本の4本セットで用いることを想定して登場した楽器であり、ワーグナー以降は、ブルックナーが、この編成を踏襲している。しかし、 この用法に限定されず、自由に取り入れられたケースもある。なお、スコアに変動調のテナーチューバが指定されている場合は、ワグナーチューバのテナーを想定している場合と、テノールホルンやバリトン、ユーホニアムが想定されている場合とがある。両者の判別は、ホルンからの持ち替えがあるか否かが決定的であるが、寄付法や現場の管理へ、指揮者の指示により、 作曲者の意図とは別の楽器で実演される場合もある。ワーグナーチューバの使用例は決して多いとは言えないが、ワーグナーのニーベルングの指輪の他にも、ブルックナーの第7番、第8番、第9番の公共曲、リハルト・シュトラウスの楽劇、エレクトラ、影のない女や、アルプス公共曲、ストラビンスキーの日の鳥や、春の祭典、シェーンベルクのグレの歌、バルトークの 中国の不思議な役人などで見ることができる。ワーグナーチューバが主役となる作品は極めて限られる。イギリスの作曲家、アンドリュー・ダウンズは2005年に発本のワーグナーチューバのための5ドラマチックピーシズを作曲した。ドイツのボーフム交響楽団にはワーグナーチューバによる始終相談があり、世界中からレパートリーを探している。ありがとうございます。